北上市立上野中学校は、岩手県北上市にある公立中学校である。略称は上中。岩手県北上市にある公立中学校。三学期制である。かつてはこの地域は北上中学校の校区だったが、1984年に上野中学校が開設された。98%の生徒は北上市立。 黒沢市立北小学校の生徒がそのまま進学する。学校から2キロ以上離れたところから通学する際は自転車通学が認められている。見学、創造、99%の生徒は高校に進学する。進学する地域は基本北上市や花巻市の高校に進学するが、一部の生徒は森岡や一の関の高校、高専に入学する。 県外へ進学する生徒は少ない。高校へ推薦入試を利用するためには、校内の進路会議で校長の許可が必要だが、他の中学校よりも基準は厳しい。我が地区内の中学校の中では、比較的全体の学力は高いと認識されている。我が地区では、和中3テストと呼ばれるテストが11月にあり、我が地区内の学力を認識できる。 紫の駅からタクシーで5分、料金は約950円。北上駅からタクシーで8分、料金は約1220円。野球部、男子サッカー部、体操部、バレーボール部、バスケットボール部、卓球部、テニス部、バドミントン部、ソフトボール部、剣道部、水泳部、陸上部、スキー部、吹奏楽部、美術部、吹奏楽部では、 全日本水奏楽コンクール東北大会に9回出場、全日本水奏楽コンクール全国大会に3回出場した。2018年度の東北大会では8年連続の出場を果たし、2年ぶり3回目となる全国大会へと出場した。第66回水奏楽コンクールでは岩手県勢初となるゴールド金賞を受賞した。部活動の 主な成績、2015年吹奏楽コンクール、東北大会金賞、代表全国大会同賞、2016年吹奏楽コンクール、東北大会金賞、代表全国大会現賞2017年吹奏楽コンクール、東北大会金賞、2018年吹奏楽コンクール、東北大会金賞、代表全国大会金賞、2019年吹奏楽コンクール、 東北大会金賞、代表全国大会銀賞、2020年日本、感覚合奏コンテスト予選、代表全国大会最優秀賞、2021年、東北水奏楽コンクール金賞、代表、卓球部では、平成27年度に、男子個人戦で、全国大会出場した。ソフトテニス部では、平成26年度に、男子個人戦ダブルスで、 全国大会出場した。ありがとうございます。